はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それで今日はね、こちらよいしょ、このカグパイプでね、テーブルを作るというシリーズ、これをね、まあ、完結したいなと思ってます。それでね、ここが今ごちゃごちゃなのね、これサウンドブラストするこのキャビネットをね、このだ、この作ったテーブルの上に乗せて、それでね、すっきりさせたいと思います。それで今日ね、今撮影してるのは奈良のイベントから帰ってきて、これ2日後なんですよ。それでね、インスタグラムの方でね、もうね、再生回数がね、もう驚異の伸びでね、実はドリュートしてるシーンをインスタグラムに私、ショート動画アップしたら、なんとこれ1日、まだ1日半ぐらいでね、再生回数が56万回とね、もうね、私最速でね、大体1日でね、最速で大体2万回かそこらはあったんですよ、2、3万回は。けどね、もう一つ桁が上のね、56万回ってね、ちょっとね、本人ね、びっくりします。皆さんご視聴本当にありがとうございます。これひょっとしてアップする頃はね、大体編集するので1週間ぐらいかかるんですけど、アップすることにはひょっとしたら100万超えになってるかも分かりません。てなわけでね、ちょっとオープニングトークまたね、脱線して、長くなっちゃいましたけどね、今日はね、できるだけこちらをね、完成させていきたいと思いますので、動画の方皆さんよろしければ DIY に興味のある方見てください。とりあえずね、今から溶接しまーす。おーす。
ちょっとね溶接したんですけどね、自分がイメージしてたのと全く違うもう多分もう私は溶接で棚を作るやよね、たわげたことも言うやめろかなと。それでね、本来ならねこれ3段で削って綺麗にして色塗ろうと思ったんですけどね、もうなんかね気持ちがどうでもよくなっちゃいました。とりあえずね、どうしよう、とりあえず置きます。サイズ的にはちょうどいいんでね、まあとりあえず上に置いてみます。はい、完成しましたっていうか諦めたっていうのがね、正解かなと。最近ダメやね、あのタイヤの塗装してもぐじゅぐじゅぐじゅって出たりね、それとね溶接を甘く見てました。今日もまた溶接ね、これ直角出すやつがあるんですけど、これね私4つ持ってるんですけど、今3つがねあのサーキットガレージの方にあるんですよ。それでこれ1個でいけるやろってね、やったらね全然ダメです。やっぱりねこう立てるときは両側とかぴったり立てて直角出さないとダメやね。それで今ね、若干ガタガタでーす。それでね本当はね下にタイヤをつけて、そこまで今日完成さす予定だったんですけどね、ちょっとねもうなんか気持ちがまたね本日折れちゃいました。それでね、今日はこれにて終了してね、それと、もう一つはねペンキとか、塗りたいんですけど、塗る道具全部サーキットガレージの方なんですよ。だから次の回ではね、そういうペンキをしたりね、まあ気が向いたらですけど、もうこのままで一生行くかもわからないし、また気が向いたらね、カスタムしてこうフックとかつけたりね、いろいろ使い便利がいいように、あと塗装して、あとこの錆止め塗ったりね、まだやらなければいけないことはいっぱいあるんですけどね、もうとりあえずね今日は時間がないしねおっちゃんこれにて終了です。まあこのようなね、ゆるい動画ですけど、もしよかったらグッドボタンお願いします。それでね、チャンネル登録していただいてね、これからのねおっちゃんのゆるい、またガレージライフをね、明日もご覧いただければめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日はこれにて終了、さよなら。では皆さん良い一日をお過ごしください。おーす。